1933年5月にベルリンで行われた噴書ナチスドイツの噴書はドイツ国内の本のうちでナチズムの思想に合わないとされた書物がナチスドイツによって儀式的に焼き払われた噴書である。1933年4月6日、ドイツ学生協会が新聞やプロパガンダの手段により全国的に非ドイツ的な魂に対する抗議運動を行う。 宣言をし、運動は火による書物の腹いき嫁と称する文書によってクライマックスを迎えた。地方局はこの宣言や委託論文付きの新聞を発行し、スポンサーである著名なナチスの人物に集会での演説をさせ、ラジオの放送時間を得るための交渉を行った。学生協会も四月八日にマルティンルターを意図的に連想させた十二箇条の論題を起草し、 ユターの95箇条の論題が投稿されて300年を記念したバルトブルク祭に合わせて非ドイツ的な本の文書の計画を練った。純粋な国語と文化が12箇条の論題によって提唱された。張り紙などによりこの論題が宣伝された。論題はユダヤ人の知識の変調を攻撃し、ドイツ語とドイツ文学の純化の必要性が断言され、 大学がドイツのナショナリズムの中心となることを要求していた。学生らは、紛書運動を全世界のユダヤ人によるドイツに対する組織的中傷への答えとし、伝統的なドイツ的価値を肯定した。1933年5月11日にオペラ広場で行われた噴書1933年5月10日、学生たちは2万5千冊を上回る。 ひドイツ的な本を燃やし、国家による検閲と文化の支配の時代の到来を告げる強調となった。5月10日夜、ドイツのほとんどの大学都市において、国家主義者の学生が統治を掲げながら、ひドイツ的魂への抵抗の行進を行った。この周到に準備された儀式では、ナチスの高官教授、教区牧師、学生のリーダーが参加者や監修に向けて、 演説を行った。会場では学生たちが押収された好ましくない本をまるで喜ばしい儀式であるかのようにかがり火の中に投げ入れ火の誓いの歌がバンド演奏され儀礼的な文が読み上げられた。ベルリンでは4万以上の人がヨーゼフ・ゲッペルスの演説を聞きにオペラ広場に集合した。ゲッペルスは大敗やモラルの崩壊にはの因。 家族や国家における礼儀や道徳にはやあ、私は、ハインリヒマン、エルンストグレーザー、エーリヒ・ケストナーの書物を焼くなどと演説した。ドイツ学生連盟が当初計画していたすべての本が、5月10日に燃やされたわけではなく、雨のために3日延期されたものもあり、地方局の移行により、伝統的な祝い事のある下の日の6月21日に燃やされたものもあった。しかし、 ドイツ国内の34の大学都市で行われた非ドイツ的魂への抵抗は成功し、新聞報道により広く取り上げられた。そして、ベルリンなどのいくつかの都市では演説や歌、儀式的な文の読み上げがラジオ局で取り上げられ、聴衆である多くのドイツ国民に生放送された。ありがとうございます。